エラネ告知した？したよ。この光景撮ってストーリー載せれば。確かに。どうやって？このまま普通にこれ、って撮って始まったよって。写真撮れないかも。写真撮れないの？全然コメント取って。佐藤さんこんばんは。 YMK ノスティ？YMKEND こんばんは。もこちゃん、ネロコ、ルカちゃん、リュウセ、すみお、こんばんは。久しぶりだって。久しぶり。こんばんは。すみおちゃん会いに来てくれてる？うん。じゃあコロと久しぶりなだけだね。チューしますか？だってチューは？なんか熱くない？熱い。ちょっと静かだな、ね、K-POP だったら流しても止められないかな。山野、ジュンキ、シシ君、トワちゃん、 SK8、 リク、マサキ、お友達ですか？お友達です。お友達ですか？お友達ですね。お友達です。お揃いの洋服かわいいね。だって、こんばんは夫婦。なお、こんばんは。いいオンナーズだって。ペアルック、お揃いいいね。双子コーデかわいい。コレちゃん、ゆるねちゃん、こんばんは。好きすぎる無理。かなちゃん、トダッチ。さっきからなんかネロコとかトダッチとか呼ばれたことない、ね、新しい呼び名。カワチー、カワチーやん。コロ、コロチーキペッパーズ、呼ばれたことないな。酒しか勝たんのよ。クソした。コロ体調良くなった？良くなったよ。コロッチ、やった、ほんとかわいい。トダッチ、トダッチって誰が呼んでるの？まあ無難に、トワイス、こんばんはこんばんは。うるさいかも。暑くない？突然なんか緊張感そうじゃない、熱くなってきた。うるさいですね。うるさい、うるさい。テレビがコロチ認知お願いします。 SK8 リク、かわいい。イラコロ好きです。ペアルクカーチ、リマちゃん、コロさんこんばんは。イラネちゃん、この間ツイッターフォローしました。カーチーだって。はじめまして、いつぶりのインライヤロー。嬉しい。今日はお泊まり？お泊まりかどうかは分かんないこの後のテンション、テンション。かわいい。どうしてそんなかわいいのお二人。 BGM がうるさかったら言ってくださいコロンチかわいい。ジュジュの新章かわいかったです。ありがとう、ね、あれイラネかわいかったでしょ。うん、コロッチロンティー買おうとしたら高かった。これのこと？どれのことごめんコロッチ久しぶりすみおちゃん、コロちゃんかわいい。ネロコ優しい。かわいい天才中。こんにちは。2人のイベントまたある？だって。それな、ゆうちゃんとコロネチ酒飲みイベントしたいね。やりたい、超やりたい。早くコロナなくなってくれ。それとだね、そうだねと思う。最強コンビ2人合わせてなんて呼ばれてますか？ゆらころ。でもマイイベント組んだ時にゆちゃんとコロネチって命名したけど、うん、ゆちゃんとも呼ばれてないし、うん、コロネチってもうあんま呼ばれてない。そう、私しかない私もコロちゃんってやめるしな、うん、私別にコロネだしね。ゆらころ、でもゆらころだとなんかゆらちゃんとか出てきちゃうから。確かにね。
ラネコロの方がいい。ああ、ラネコロは確かにたまに呼ばれるね、うん、乾杯しますか。あ、そう、飲んでたもんもう空いてるんですけど、ほぼないんですけど。はい、皆さん乾杯。乾杯初めて飲んだ。昨日これなおちゃんが飲んでたから 0.5 しか入ってないよね。そう、でもこれ確かに美味しい、飲みやすい。ビールの味なんか、え、するするする。なんかビール最近全部飲みきれねえんだよな、うん、の人におすすめです、うん、そう、ビールの最初のごくごく、はぁうめえは感じたいけど、うん、確かにずっと飲むのきついな。そうそう、缶1本飲めないんだよなの人はいいかもしれない。これはなんか違うバージョンらしいけど、ね、2種類あった。うん、カオルクラフトバージョン。これじゃない方は冷蔵庫に眠ってるわ。あ、ほんと？黒いやつ？うん、黒いやつ。いつもツイッター見てます。セクシーなのすごくいいですありがとう。セクシーかな。2人でお出かけしたの？お出かけしたね。うん、やややや、お出かけしたな夕方から。コロチキュン、仲良しの2人、カワチーさん、お酒飲める年齢なの？未成年しか見えないんで2人とも。でも未だに言われるよね。言われるね。お世辞かな。そうかもなんか変なスカウトみたいな人街中にいるじゃん、うん、まあ、マスクだから余計にかもしれないけどさ、ね、なんか勝手に話しかけてさ、いくつみたいな、えみたいな、未成年でしょみたいな、なんか言われてさいやいやいやみたいな。もういい。コンビニの店員さんにも年賀される。あ、でも最近私年賀はされないわ。本当？わかんない、私の住んでるとこが緩いだけかもしれない。そうかも。一番近いコンビニなのにめっちゃ年賀される。それは嫌だひどくない？それは嫌。結構利用してますけどっていつも2人が並んでるところを見るの久しぶりでニコニコね。確かになんか懐かしい。写真とか撮らないしね。あっても、ね、左の人彼女さんですか？まあ彼女みたいなもんです彼女みたいなもんです。みんなに教えてもらったケーポでいいのあったら教えてくれ。あ、でもなんかコロがトゥワイスとブラックピンク以外あんま詳しくないって言ったら、結構あの初心者向けっていうか、まあトゥワイスとブラックピンク知ってたら知ってるだろうのとこからみんなちゃんと教えてくれたからイッツィとか自分を追ってみ、そうそうそう、ママムーとかも私めっちゃ好きだけど上げてなかったから、ママムーいいですよって教えてもらってまあ一緒ってなって終わったあ、でもちゃんと私が知らないグループを送ってくれた人もいたけど、今パッとグループ名が思い出せない、うん、てか読めないのよ。読めないよね。そう、 K-POP のアイドルグループ読めない。副所タイム欲しい。まあそれは後半で、終わり際に忘れちゃうかな。今来た。ジュジュの新章かっこよかった。ありがとう。ユラネ好きだよだって。それは嘘。オルマさん知ってる人？ミヤリのオタク。嘘やん。さきちゃんいる。さきちゃん。こんばんは。隣は誰？ジュジュのゆらねちゃんだよ。はじめまして。やっぱすごいね、ワンバイからさ対バンしないし、やっぱ2人のイベントとかしてないから、ね、隣の子誰って言われる。たまに SNS 見てくる、なんかよくわからんアイドルだ。一番仲いいアイドルです。酒飲みイベントつまみ持って行きたいね。したいよ。最近ワンバイとジュジュの曲をずっと聴いてる。すごい、脳内ごちゃごちゃになりそう呪いとワンバイと嫁やろ。あ、そう、嫁でした。すいません、間違えた彼女じゃなかったビアリー美味しかったし飲みやすいね。美味しい。 KPKP やばい、コメントが追いついてない。全然追いついてない、すごいね久保とか絶対 0.5% 飲まないね。飲まないやろ。 0.5% か 0.5%、うん、ジュースやん。ジュースだよ 5% かと思ってた。ノンアルビール。やだ、なんて私ノンアルなんて飲んでたの。やめるわこの酒この酒やめるわ。サングリアにします。言うて 6% だけど。終わった顔がそっくりだって。絶対そう。絶対そう。でも一緒にいると似るって言うからね。確かに。今日一日頑張ったからカルーア買って帰ってる時に、このインスタライブ、カルーアって何？カルーアミルクのカルーアじゃない？カルーアミルクのカルーア買って帰ってきたの。リキュールを買って帰ってきたとか。あ、そういうこと。今から自分で割るんじゃなきゃ。カルーアだけなかなか聞かないな。今日から禁酒しようとしてるんだけど飲んでいいですかだって。飲め飲め諦めたね。諦めた。今日は乾杯ありませんか？さっきした。もう終わったんよ。乾杯クーラーのリモコン取って、うん、
おめに年賀したいからコンビニで働こうかな。死ぬ。おしめに年賀したいね。本名バレるやん。そうそう、見せないといけないから身分証明書。年齢もバレる。嫁感すごい幸せな世界。ラネコロこんばんは。こんばんは。ケイピー。オーマイガールおすすめですよ。オーマイガール送ってきた。あれ送ってきてくれた子かな。わざと年賀して接客の時間伸ばしてる説ある。逆にだるくない？とっとと買って、とっとと帰ってほしいよね、普通だったら。今度また定期行きます。ジュジュ絶対ライブ行きたい。おいで。また一緒に飲み船飲みたいなテキーラ。テキーラ。この間ね、なんか多分テキーラの話してきたよね。あ、そうだね。行った、なんかその、飲み船でちゃんと、さ、接触に来たけど、うん、なんかあんなにテキーラとか飲むアイドル必要いますよね。うちらもあの思い出してびっくりする、ね、あの時よくうちらテキーラ飲んだなって思う。今出てきたらちょっとでも確かにその時はなんか気合い入ってた、うん、なんかエグイリオ出てきた時あった、ね、あったなんか1時間半とかあれなんか3倍くらいなって、死ぬかみたいな時あった気がする、ね、めっちゃハイで得点返したもん、うん、ね。でもまあ吐くの嫌いだから分かる。でもあの時なんかピークでうちら飲んでた時期だよね。そうだね。なんかその後コロナになって2人ともなんかビールも飲めねえみたいな、うん、酒底になったけど、あの時ピークで飲んでたから、ね、今テキーラなんて飲めないよ。てか当分飲んでないね。え、まあ1杯ぐらいかな頑張って。うん。DDD 買ったよ、ありがとう。やっと、そう、ワンバイやっと。美女がお酒どっちも酔っちゃうわって。おつころっちゃ、酒を。ジュジュ、この間、さやくぼちゃん生誕祭の対バンで初めて見て、世界観が好きだって思いました。またかぶるといいなぁ。かぶりたいなぁ。ね、あれ以来だね。そうだね。え、そうだっけ、わかんない。前ご飯行ったのは。あ、違う違う、あの対バンが。あ、対バンがね。イベント2回ぐらいじゃないもん。うん、全然。違うわ、1回目なくなったのか、私の生誕の時。ああ、そうそうそう、あれね、結構もうワンバイデビューしてすぐだったのに、ね、なくなっちゃった。コロネちゃんの声初めて聞いた、かわいい、こんばんは。なんかインスタライブ声褒められるんだよね。イメージよりかわいいの、違う、もっとやばいと思われてた。別にそんなかわいい声じゃない、うん、普通なんか低い声で喋れるのにインスタライブよく言われる、もっとなんかドスの効いた声だと思われてた。コロチ会ってないから会いたいなって思ったけど、冷静にゆらねちゃんも今年会ってなかったら会いたい。せやな、遠方は。今年終わっちゃう。ビアルコールってやつ、それな、 B すぎたわ。私そんな B だと思って飲んでなかったわ。ジュース飲んでました。知らなかったんや。うん、もうちょっと入ってると思った。カルーアのリキュール買ってなって。え、ウーロン茶で割るの。えー、美味しそう。どっちの家ですか。コロンチの家ですね。今草団子食べてるんですけどどう思いますか。どう思いますかってないや。草団子って草に包まれてるやつ、あの練り込まれてる方のやつか。服かわいい。タオ様、タオちょっとライブおいで。いつもストーリー見てくれてるなって見てるよ。タカちゃんこんばんは。こんばんは。18歳女でずっと会いたいんですけどなかなか勇気出なくて会いに行けないです。勇気なんてもんは出すんだよ。いやでも18歳だったら確かに怖いかもしれない。ライブハウスに行くのがそもそも怖いもんね。確かに。いやでも私は高校生の時からもう好きなバンドのライブとかいっぱい行ってたよ。行かないと会えないから、行かないと聴けない音楽があるから、ね、頑張って乗り越えた先にはね、そう、素晴らしいお締めが待ってるから。だから一回行っちゃえばね、もうね、ライブハウスなんて庭よ。そうなんよ。行くまでがね、うん、でもそれはそう。まあ最初はね、友達とか誰か一緒にとかね、うん、そうするとね、なんか SNS でつながってなんか初めましての女の子と一緒に行くとかでもいいし、うん、もうね、そうやって会えなかったら一生会えないから頑張って。待ってるよ。コロンチとゆらねちゃんハミング。ジュジュの曲の振り付けをコロネさんにやってほしいな。どうせジュジュの世界観に浸らないと。ラネコロ忘年会インシーベお願いします。やりてしたいね。忘年会無理だな、もう2ヶ月後じゃん。そうだね、ちょっと2ヶ月後は現実的じゃないね。うん、まあコロナよ。来年以降やな。
特典会緊張するから飲んでいこうかええやん。でもみんなそういう人多いよね。多いよね、うん、まあでも最近ライブハウスでお酒飲めないからね。今飲めるんじゃない？もう飲めるのかな。でもなんかライブハウスによってさ、まだ、うん、あ厳しいところは、うん、だしなんか自分たちから自粛してそう、うん、クラスターまでなってもやだし。次の対バンはよ、それのはよ、ヒップホップは聞きませんか？ヒップホップ聞かないのよね。聞かない、何もわかんない。そういうのはさきちゃんが専門です。あ、そうなんだ、うん、さきちゃんヒップホップ大好き、もうオコロチの生誕でジュジュ呼んでほしい。それな、待って、私の生誕ゲスト呼ぶ生誕祭ってやったことなかったのか。私ジュジュとかはいつもさワンマンで誰か呼んでとかするけど、うん、確かに前の時は普通に生誕さんワンマンだったわ。コロさんです。コロちゃん歌声高くて可愛いから喋るとギャップ、歌声高くて可愛いだって。そうだっけ。どの曲を聴いたの？どの曲を聴いたの？イメージないの？イメージないよね。ゆめちゃんジュジュのギルティ MV 見ました、ありがとう。サブスクいっぱい聴いてます。うれしい、可愛い曲、ね、あお友達。名古屋来るの次いつですか？決まってないね。名古屋何回行った今年？今年名古屋1回2回かな。3回。ミストフェスは？ミストフェス行ってない。あ、そうなんだ、うん、私逆にミストフェスでしか名古屋行ったことない気がする。さすがにそれはそうか。うん、それは本当でしょ。草が練り込まれてあんこがついてるやつです。入ってるじゃなくてついてる方なの？上にどの草持ち。中野からワンバイ行けてないな。東京までの定期券欲しい。遠くに住んでんの？遠いの？コマゆらねちゃんとコロネちゃんが目の前で喋ってる。目の前初ワンバイ楽しかった。こんばんは、じんたん。最近キョウキョウ行ってるかな。可愛いなっていつも見てます。早く来てね。ライブ数回目で推しに捕まって沼に足を固定されました。それは大変だ。大変。就職試験終わったら絶対ライブ行こう。そうしな。慣れれば目を閉じてでもライブハウス行けるようになりますよ。勇気出して。それ危ないから目開けていこうな。いける。こんち。次は N プロ定期です。確かに。あ、そうだ、さっきなんか私告知の投稿に N プロ定期を書き忘れてたみたい。ファンに注意された。抜けてた。ごめんなさい。その服展示会は一緒に行ってたの？展示会は一緒に行ってない。行ってないね。別々。私だって。てかなんかさ、ちょっと行って。あ、そう。ゆらねと展示会あんま行かないね。行かないかも。誘われてるなんかブランドが違うかも。うん。私いつも誘ってもらって誰かに誘ってもらって行ってるから。そう。じゃあ私が誘ってないから。やっぱり前あのキリちゃんと3人であの あれぐらい、まあ、展示会じゃないけど、ね、誘っていつでも。どうも生誕経験職人です。そうなの？え、ジュジュの生誕作ったの？そういうわけではない。でも料理人なの？パティシエ。コロチの生誕はジュジュさんとオケ島で。それは最高。いい対バン室。でも私いつかあの友達のアイドルちゃん全部呼ぶっていうフェスしたいんだよね。そうね。そう。じゃあトップオブイエツフェス。エッグマンも飲めてた。やめといたけど。そうなんだ。じゃあ飲めるライブハウスはいっぱいあるね。私も卒業したらコロンチと同じ髪の毛の色にしたいです。あら嬉しい。今もう落ちてきちゃって普通の茶色だけど。何色だった？紫。そう。九州にも来てほしいです。行きたい。福岡一回ライブで行ったわ。福岡最高ね。福岡最高。ご飯が美味しい。それ。二人のインスタライブやるとなぜか早く家族寝てるので助かります。ラッキーだね。どういうこと？見放題。
奥さんにバレなくて済む。ここだけの話、札幌来る予定あったりします？ないです。行きたい、札幌。ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。札幌行きたい。札幌ご飯美味しい。いや、なんかみんながさ、地方からさ、うん、いつ大阪来ますかとか、名古屋来ますかとか、九州、北海道とか言われるけどさ、うちら行きたいのよ。行きたいよね。そう。あと、行く予定があったら言ってる。もういち早くみんなに言いたいわ。解禁されてなくても、うん、もうそろ、北海道行けそうとか絶対ストーリーでつぶやいてる。あら、今日はご夫婦で。こんばんは。シュシュ。こんばんは。夫婦認定されてるね。昨日初めまして、ありがとう。ありがとう。嬉しい。ルカちゃん。こんばんは。いい音が聞こえました。カンプス。イッチお二人とも可愛い、ありがとう。ホランちゃんの涙袋が好きです。最近なんかメイク難民なんだけど。なん瞑想してんの？うん、濃い方が漏れなかったり。へえ、うん、顔の調子いいときそうだよね。あ、そうかも。マツパしてから、マツパと眉毛サロンで顔の調子良くなってから、うん、メイクやりすぎるとなんかもうガンみたいな。加減むずい。そう、今日は可愛い娘2人だ。滋賀住み、神戸名古屋間は余裕で行けるよ。でもさ、うちらはさ、東京から北海道行ったり、うん、東京から九州行ったりするわけじゃん、うん、だとしたらみんなも来てねって感じ。一回ぐらいはね、うん、そう、みんななんか九州来てとか北海道来てって言ってくれてるけど、うちらが行けるってことは、ね、逆もできるってことだからね。厳しい。いや、いつまで待っててもね、そうね、そうタイミング来ないかもしれないからね。そうそうそう。まあ今はね、県外なかなか、まあそろそろもう大丈夫か。そうね、この間まですごい厳しかったからね。トップオブイエツフェス楽しそう。あ、本当トップオブイエツフェスティフだよ。頭文字見て。あ、でも音があるわ。え、そう、違う TOI なの。まあ、フェスにしたら、そう、ディフだけど。そう。ディフなのよ。次世代の。ね、マジ、これはね、一個の夢。大遠征したい。そろそろライブ行かんとな。元気？生きてる？もやちゃん。生存確認。私結構さ、ストーリー見てくれてる人って見れるじゃん、うん、観覧車みたいなやつ、うん、そう見るとさ、なんかもう何年前かのオタクとかもさ、まだ見てくれてたりするの見たらさ、あー元気久しぶりとか勝手に同窓会みたいな気持ちで、そうあ、こいつ元気してるからみたいな。そう、でもストーリー見てくれてるってだけで嬉しい、うん、嬉しい。そう、みんな生きてるんだなって、あー見てくれてるんだなって。そう、生存確認。そうだからね、アイドル側は結構みんなのことね認知してるから、うんね、あれこいつストーリー見てんなとか、ね、そう、そう、あれこいつなんか忘れてたけど、なんかいい、最近いいねしてくれてんなとか、ね、結構わかる。最近何してんだろうなとか思うよね。そう、深瀬美桜ちゃん、あゆみちゃん作ったかな。あ、そうなん、めっちゃケーキ作ってんじゃん。すごいね、美桜ちゃんも作ったんだ。お酒強い方ですか？普通だよね。普通だね。トップオブイーエツフェス、略しすぎだろ。トップオブでも取れよ。トップオブイーエツ。そう、私的にはそう TOI フェスだと思ってた。いつかワンバイ遠征したい。確かにワンバイ名古屋しか行ったことないの。緑の振り袖にはどんな髪色が似合うと思いますか？え、私成人式緑だったよ。私もなんていうの、緑と水色の間だった。へえ。まあ黒髪。え、私ね何色？金髪だった。あ、まあ金も似合いそう、うん、金オレンジとかもさ、確かに似合いそうかも。普通に黒髪でもいいと思うけどね。茶髪とかもでも何色でも絶対いけるんじゃない、うん、青とかじゃなければ。確かに青とかじゃなければ、うん、コロネンチに産地直送でご飯のお供送るわ。それは欲しい。送ってください。米、誰か米農家いませんか？米農家。じゃあ、なんかこの間サッシーとエミリンの YouTube 見てて、一番嬉し
買ったプレゼント何ですかみたいな話してて、うん、そう米農家のファンの人が毎月そう米を送ってくれてて、マジはそうマジ助かったって言ってて、え、羨ましいと思った。ゆらねさんの水着姿写真で見たけど可愛かった。コロネさんの予定ありますか。え、今年出した。あ、そうか、うん、最近いっぱい着てるもんね。そうね、撮影会あったからか。コロネさんは、コロネさん今年の夏水着着てねと思って水着買ったけどもう逃しました。行こうって言ってたのにね。あ、そう、ずっと言ってたけど開けなかったし宣言。でも去年、え、一昨年だけ一緒にプール行ったの。去年年前の最後。あ、そう、年前の最後行った。あれが私の水着の最後だと思う。マジ着てない。せっかく今年痩せたのに。ラネちゃん、サロンどこ行ってますか。美容室。うん、公開してない。公開してない。あ、じゃあ家近いとこってこと。いや、なんかね、ずっと行ってんの。あ、そうなんだ。そう、特典会で聞いてくれたら答えます。初めて飲むお酒何がいいと思いますか。サワーじゃない。うん、美味しいやつがいいよ、ね、美味しいやつがいい。ホロウイとかいいんじゃない。わかる、最初ホロウイがいいよ。ホロウイから始まったらさ、え、なんだお酒ってジュースじゃん、うん、ってなってからいろんなもの。そう、 3% から 5% に行った方がいいしね、普通に。ビールは早い。早い。ビールはね、目覚めると来る。そうそう。ビールは目覚めると来る。そこまで待った方がいい。なんか、頑張って先になっちゃうとさ、そうそう、まずいものになっちゃうから。そうそうそう。やっぱビールってなっちゃうから、ビールは多少そう。待った方がいいです。私的には、私は21歳の、あのね、9月終わり。あのね、秋に入り始める季節が一番うまい。と私は思ってる。その時に夏やない。いや、なんかね、違かったの。なんていうの、ジメジメしだした時かな。うそう、9月終わり。今本当に最近だから、最近のビール私マジ一番うまい。夏より、そう、夏よりこの季節のビールが一番好き。そのビールで、うわ、ビールって美味しいってなって、そっから飲めるようになった。レアな気がする。めちゃくちゃトイレ行きたいけど、インスタライブ始まって己と戦ってる。持ってってないよ。何なに、トイレ、うちらのインスタライブはトイレでは見れないってこと。まあ、なんかコロンちゃんコラボしてる夜勤ナウでちゃんと見れないけど嬉しい。頑張れ頑張れ。お二人ともカラコンなしですか。知ってる。知ってる。コロしてない。やっぱしてないとちっちゃい。でもあんま私と変わらん。変わんないことはないよ、さすがに。変わんない、ね、でもやっぱね、入れると似合わないんだよね。カラコンでかいのマジで似合わない、うん、コロンチュの黒髪見たいし。でも私が暗い紫入れてる時なんかもう、うん、ほぼ黒じゃん。ほぼ黒だね、うん、明るいの似合うのいいよね。そう、うん、まあ、確かにゆらに似合わなさそう、うん、いいよ一生黒髪で。顔薄くなっちゃう。確かに。スマホにネイルタップするとき、スマホにネイルタップ、こういうこと、うん、いいよね。わかる。確かにみんなコメント見るとき、カチカチ言ってるもん、ね。アジスマの人だ。え、アジスマの人なの？そうだよ。みよりのオタク？そうだよ。いつもね、頑張ってきてくれる。あ、コーク、うちらが行けるんだから、みんなも来れるよりはそうすぎて笑った。そうなのよ。まあ、それで実際来てくれてる人が多いわけだからね。ありがて。自分のストーリーにアイドルが見てるの動揺する。私結構見ちゃうの。私あんま見ないな。本当にたまに見る。本当にたまに。ストーリー見てくれた人の中からすごい見てる。へえ。たまに。普通にメンションされたら見る。うん、そのなんか流れで他のストーリー見たりとかもするかも。昨日よりワンバイ好きになりました。嬉しい。日に日にってことね。あ、若ちゃんが見てる。コロちゃん本当顔面好きすぎる。そうでもないよ。マジ。そうでもあるから。そうでもないよ。マジで本当に。そうでもない。マジそうでもない。目ちっちゃ。でかいよ。涙袋で補ってる。ピアスどこのですか？どちら様の？ゆらねちゃんじゃない？え、わかんない。適当に買った安いやつ。かわいい。いつの間にそんなに米や。なんか最近みんなにさ、ピアス増えたよねって言われるんだけど、これ開けたの全然3月なんよね。出るんだよ、ずっと開いてるよって。
でも入れ替えたでしょ。あ、入れ替えたかも。それでなんか目立つようになったんじゃん。そういうことか。米農家紹介できますだってやったお願いします。米農家紹介して紹介したところでなのよ、うちらのお宅待ってくれないと。ここはお客さんだ。いられちゃんマジ目綺麗だって。嬉しい、ありがとう。米メモメモ。でも米をさ直接現場に持ってこられたら困るけどね。困るね。こうやって用意しちゃうと思ったかいなって思ったら。豊島園のプール写真大好きです。だってあれめっちゃいいよね。あれバズってたよね。 あれバズったね。嬉しい嬉しい。やっぱビールと国民的彼女だから。ビールと水着で国民的彼女、うん、先に本気のアイドルいいよね。でもさうちらさ見た目がさ、私はギリアウトだけどさ、このギリさなんていうの、正統派アイドルなのにちゃんと飲めるんだよっていうのが一番いい、うん、飲めそうなのに飲んでたらさ確かに、ね、普通じゃん。普通だね。そうそうそう、予想を超えられないから。最初からね、えテキーラマリチ飲んでるでしょみたいな感じだったらね、ここまで言えないから。りんちゃんがいる。米なら持ってったらもらってくれますか。まあさすがに持ってきたら受け取るしかないよね。そうだね、郵送するわ。そうだね、そこまでもうヤマトに、ヤマトに来てもらうわ。ヤマちゃんは一生黒髪ロングで、まあ今のグループにいるうちはそうやな。うん、でもね、マジすぐ切りたいからもう。毎日切りたいなって思って。こういうあのなんていうの、前下がりボブとか似合いそう。え、もう超ベリーショートにしたい。今の石原さとみみたいな。でもあれショートボブか、分かんない、どんぐらいだろう。うん、めっちゃ聞いた。ええー、思ってるけどロングの方が似合うのは分かってるから、うん、切らない。ウィッグでやろう、ウィッグで。ビールは夏だと思ってた。忘れそうよね、夏が一番見え。いやいや。秋の始まりだって。バトルバトルだ。コロンチヤホ、ゆられちゃんもヤホヤホー。あ、トイレ行ってきたって。よかった。ゆられちゃん久しぶり。久しぶり。アイドル界で好きな顔が2人一緒にいるのは熱い。嬉しい嬉しい。春から大学生で東京行くのでライブ行くね。だってあら嬉しいわ。上京春からすぐじゃん。コロチもゆらねさんも本気で可愛いから大丈夫。可愛い大好き。混ぜて嬉しい。混ぜてくれてる。優しい世界だな。可愛い大好きとかきっと本音で言ってくれるんだろうけどさ、うん、なんかえーってなっちゃってさ、受け止めきれないんだよね。本当にってなっちゃう。そんなこと言ってくれるなんていい子だねーってやつ、うん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 、終点が分かる。あんたいい子だねー。なんで心が綺麗なの。そう。ほろ酔い、練乳いちご味が出るみたいですね。だってジュースだね。それジュースだね。私ほろ酔いは白いサワーか桃が一番好き。うん、あれ白いサワーが美味しい。うん、白いサワー安定。あんまほろ酔い飲まんなと思って。あ、まあそれはそう。でも最近私めっちゃほろ酔い飲む。なんか普通の缶は酔っ払う、うん、だからライブ終わりとかなんかご飯ついて飲みたいけど最近雑魚だから飲んだら寝ちゃいそうだなみたいな、うん、風呂入るのだるくなりそうだなって時はほろ酔い飲んでる。なんかこの炭酸水テイストのさレモンサワーみたいなやつ今出てるんだけど、うんうん、3パーぐらいの、はいはいはい、あれはうまい。へえ、オレンジあるやつ、干すやつでしょ。オレンジは美味しくない。レモン、レモンしか美味しくない。あ、そうなの、分かった。炭酸水って感じで美味しい。オレンジ買おうとしてた。ご飯としては、コロチ一人の時よりいろんな人いるからいっぱい笑ってる、楽しい。一人の時全然笑ってないみたいな。どんなインスタライブしてんの。まあ確かに一人で喋ってこんな大爆笑してることはないから。ベリーショートしたら毎日が断層こすでになりますね。なるかもしれないね。確かに可愛い服すごい。でも確かにゆらねの断層は可愛かった。あれ黒髪だったか。あれ黒髪だった。断層のウィッグかぶってから意外と似合うじゃん、切りたいになっちゃった。切りたいがある分似合わないと思って生きてきたから、うん、余計。確かに私ももうショートはしないかな、さすがに。ジュジュ全員酒飲めるよって情報聞いてからライブ見始めました。やばい。や、酒飲めるってマジ大事だよ。ショートだった時ある、お二人さん。小学生の時。頃最初のアイドルデビューの時はボブからショートにしたりとか、うん、最初短かった。
牛のフェスみたくいつか米農家を回る米のフェスをしよう。いいな、楽しそう、ね、ケータリングおにぎりとかかめっちゃうまいおにぎりあり同時期に気になるで知ったけど、こんなに仲いいまでは知らんかったとこからスタートしてだいぶ経った。嬉しい。確かになんかすごいよね、なんか系統違うのにさ、ね、仲良くなってさ仲いいの見せたらさ、なんか需要と供給マッチみたいな、ね、すごかったよね。おえコロネの顔好きなのに私の顔好きなのみたいな。そう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 、わかるわかる。何なんだろう ねキャラかな。そうかもね、キャラかも。まあ酒飲めて一緒に入れるとこ見たら、うんうん、ね、確かに好きな人の好きは好きって言うもんねすごい雑に言われた。ついたら開けていい。うん、まあプリキュアみたいな感じだもんね、二人はプリキュアみたいな感じだよ ね。まあ確かに、あのでも話のテンションが似てるからそうそうみたいなのはあるかもしれない、ね、確かに。昨日ゆらねちゃんがかっこよかった話したいだってして昨日音止まったの。あねね、で歌2番の最初だったんだけど、やめるかやめないかすごい迷って、うん、私のパートで止まったから。あ、そうなんだ。続けたよっていう話。え、そっからすぐ流れたの？なんで？え、じゃあある程度みんなで2番以降から最後まで全部アカペラでやって。やば、超レアじゃん。感想とか姉ちゃんが歌ってくれてすごい可愛いの。可愛い姉ちゃんあれめっちゃいいじゃん。間 MC でちょっと復活してもらっていいね。後半でも音ハプニング起きたアイドルのステージ見るの好き、うん、なんかそこでさアイドルの本性じゃないけどさなんか出るよね。オタクの気持ちとしては好きだけど、うんうん、アイドルとしては私昨日寝るまでその瞬間思い出して心臓バクバクしながらトラウマじゃん。マジでもう絶対に嫌だ。大吉さん頑張ってください。大吉さんこれ見たかった。ええやん、ハートが強くなった。ほろ酔いのシュアビタサワー美味しいぞ。何何味？あれじゃない、オロナミン C みたいな。ああ、それはオロナミン C なんだ。あれ意外と好きだったよ。なんだっけ、ヨーグルトじゃないや、ヤクルトみたいな味。ああ、よくよあるあるある。ハッピーハッピー。あるある、なんかある。今思って。二人の距離感がマジ好き。マジでね、まあ、確かにもう嫁って言われる、まあ、最初はなんか私が勝手に嫁って名乗ってたけど確かに夫婦ぐらい落ち着いてるね。落ち着いてるね、うん、まあ、でも最初からなんかすごい、あ、まあ確かにキャピってた時期とかないけど、ないキャピってた時期ない。だ初めて遊んだ日から割とテンションは変わんないかもしれない。確かに確かに、私マジビビり散らかしてたからな。なんでなんか仲良くなりたくて声かけたけど、自分と違うタイプだったらどうしようって思ってたけど、いや私の方が怖かったよなんかギャルに話しかけられてこの人絶対ヨウカじゃんって思ったもん。毎回遊んで終わりかなって思ったらね、まあアイドルさんあるあるで、うん、なんか毎回好きですとか写真撮ってくださいとか言って、たまに遊んでそうご飯行きましょうとか言って初めて一回会ってじゃ別に好きだし、なんか会って仲良くなったけどそれ以降別になんかわざわざ会うことはないみたいな、うん、あるあるだよ、ね、あるある、うん、なんか会ったらああみたいな、うん、久しぶりにとかなるけどそうそうそうすごいたまに遊んでみたいな、そうそうそう一年に一回ぐらい。もいもい誰が画面じっくり見てるとこめちゃくちゃ可愛い。コメントが見えない、目が悪いね。意外とベリーショートにしてもいい人いるんだいやもう推しだったら何だっていいのよ。みんなロングが好きだからいろんなこと好きだと思った。いやそうだよ、騙されないで、ね、そうだよ、あれでダメか。いやでもそれ始めてゆらね好きになったからゆらねがベリーショートになろうがみんな好きだけど、キキレモンサワーやったって。もうゆらねキキレモンサワーできるかもしれない。ゆらねできそうだね、うん、聞き水も多分できる。マジ？うん。ヤコロはいつから仲いいんですか？ちゃちゃちゃ。ナザレの時。あれいつだろうね。何年前だろう。
18年とかかな。でもオフィシャルフェイク衣装だったのは覚えてる。全然覚えてない。なんかナザレ始まって半年ぐらいだよね。始まったのいつ。もうね、記憶が何年、あれが何年前とか分かんないんだよね。多分2018年夏。え、だって1年前、待って1年前私アイドルじゃなかったでしょ。え、ワンバイっていつからやってる。ワンバイ今年か。今年じゃあ去年は丸1年やアイドルやってなくて、だそれがもう2年前でしょ。4年前とかじゃない。うん、そうだと思う。4年の付き合いです。3、4年ぐらいですね、うん、そうだから自分がさ、もうなんかアイドル6年目なのよ、5周年が終わったから、うんうん、あーみたいな、小学校卒業してるやんみたいな。やめて。そう、その換算やめて。ビビり散らかした。もうアイドル何周年っていうのやめようかな。そろそろ。まあそれね、もう計算できちゃう。うん、みんなで手拍子したの。みんな手拍子した。楽しそう。すごい、ちゃんと綺麗な手拍子だった。ちゃんとリズム取ってくれるやつだった。ありがてえ。ありがとうみんな。後ろの傘はあやい傘ですか。傘なの、うん、本当だ。日傘。確かにずっと仲良しだね。うん、ちゃんと喧嘩したことない。うん、キルリも完全にベテランの夫婦の意見。でもなんか全然会わなかった時期あるよね。コロナじゃない。まあコロナだね。でもなんかさ、なんていうの、仲いい友達ってさ、もう何かあればその子みたいな、うんうんうん、その言うたらその子しか友達いないみたいな、よくあるじゃん、うん、あるね、だけど別にそうじゃないじゃん。てかまあお互いに他のメンバーもいるし。そうだね。そう、あんまりなんだ、友達と密接に関わるタイプじゃないから。でもいられるともさ、まあ最初の 1,2 年はめっちゃ会ってたし、めっちゃ連絡も取ってたけど、 そうだね、うん、そっから別に徐々に連絡もそんな取らなくなったし、なんかあったら話すけどぐらいの。そうだね。いや、てかそもそもコロナの時期はあんまり誰とも連絡取ってなかったかもしれない。うん、だから連絡取ってなかったのはあるかも。うん、話すことないからさ、ずっと言いに行って。話すことない。そう。3年前の夏だって。うん、あれでしょ、だから大豚だよね。あの階段ですれ違った時。あ、階段の時じゃない、あれはミキオスカベだな。ああそうだね、あの時通し取れなくて、あその後の終わって多分話しかけてくれた。助言だな、あれ多分。大部で助言なんてしたの。大部で助言したよ。大部で助言って、主催。ジェジュ主催だった。へえ。女の宴っていうのが本当に夢があった。その時だったもん、大部で話した記憶あるから、はいはいはい、その時多分ナザレ出てくれてたから。コロンチの部屋おしゃれや、きっと部屋も綺麗なんだろうな、ね、いや昨日綺麗にした。まあまあ家そんなもん、ね、あ、いらね来るかもしれねえっつってめっちゃ綺麗にした。いや後ろのってだいぶ汚いの分かるだろ。いや一つ一つがおしゃれだから。いやいやいや頑張ってんない。素がおしゃれじゃないから、おしゃれな人になろうと頑張ってんの。ゆらねちゃんはじめましてがなかなかタイミング合わなくてできないだって。いつでもお待ちしております。いつでも。バイクで事故って救急搬送されて帰ってきました。なんで帰ってきた、大丈夫なの。軽傷ってこと。マジカルバナナしてだって。マジカルバナナと言ったらでしょ。あ、連想ゲームね。連想ゲーム。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらひまわり。ひまわりと言ったら種。種と言ったら柿の種。柿の種と言ったら酒のつまみ。
酒のつまみといったらしめそばしめそばといったらおいしい、おいしいといったらチーズ、チーズといったらチーズといったらチーズとチーズといったらアンパンマンアンパンマンといったら食パン、食パン、食パンマンじゃなくて食パン、食パンマンだったけど、それだとアンパンマン縛りになるなと思っていや大丈夫、食パンマンといったらイケメン、うん、イケメンといったら激ムズくない、ゆらぬのおしめん、ゆらぬのおしめんバレる、ゆらぬのおしめんバレちゃう、公開してるおしめんいないの、本郷かなたはい、終了です、あんま思わなかった、あんま、いやでもおもろいことは言えないから、でもさバナナからすぐさ、うん、切り替わったくないもっとなんかさリンゴとかなんか、うん、確かにそう普通のか取った最初からなんで黄色って言ったやなって黄色までは普通じゃないの、そうなの、うん、バナナと言ったら黄色は普通じゃないの、なぜといえばジュジュの有名物販の女性スタッフさんが7日の日にいましたよ、びっくりした、7日の日って何、今月の、え、辞めてない人、今もいる人、7日、たったたった、いや7日はジュジュはだいぶない、ナザレ、ナザレのとこにいたんじゃないの、あ、そういうこと、誰に、うん、有名女性スタッフって誰だよ、誰、しめさば、いやおつまみ結構何でも好き、目の前にしめさばあったからでしょ、ちょっと今悩んだ、チーズサラダと悩んだんだけどいらね食べ物のことしか言ってなかったコメント追いついちゃった、K-POP 好きなんですか、だって K-POP 人並みにブラックピンクと TWICE はちゃんといろいろ見てる、4年待ちで何もわかんない、この間言ってなかった、そろそろなんか TWICE あたり勉強するか、ついていけなすぎてちょっと TWICE あたり勉強するかって思ったけど、まず見始め方が何もわからない、勉強して何が有名かもあんま分かんない、一番有名なのは TT、 あ、そうだね、でも TT は TT はいい、うん、1個見たよ、ほんとチアアップみたいなやつ、うん、いや最近の曲がかっこよくていいの、最近のちょっと前がいい、見るね、どれが日本人か分かる、全然分かんない、日本人いるんだ、ね、3人いるよ、3人3人もいるんだ初心者すぎでしょ何も知らんのよ、かわいい、かわいい、あ、ほんと、うん、ミーハーだねそうやね中身まだ何も知らないから、中身わかんないよ、私はもう明らかに日本人推しだから、そうなの、あ、でも日本人2人ともう1人が好き、でもとりあえずね、ちょっと名前呼ばなくなるとすぐ名前忘れちゃう誰がどれか分かんない、うん、髪の毛変わるしな、うん、でもこの MV で好きって思っても次見た時全然分かんないどれみたいな、まあ確かに日本人に優しくないよね、うん、日本人髪型に覚えるから、本当にそう、でも顔なんて分かんない、まだ把握できてないからさ、私も最初は分かんなかった、うん、日本人もどれか分かんなかった、ちゃんは日本のアイドルが好きなんですか、日本のアイドルが好きですね、ジャニーズが好きですは手のデッサンしないといけないので2人の手、え、手のひらとかじゃなくてこっち、わかんない何これなんかデッサンっぽくないデッサンってこう、もしかして揺らねて綺麗だよね、嬉しい、指細い、ゴツゴツしてる、長い指が爪でごまかしてる、いやそれは私もそうよ、いやいやどっちか分かんないから一生超えてて、でも同じくらいじゃない、長いね、手相多いね、うん、手相多い、てか薄いの、そうだね、皮膚が
薄くて肉がないんだね。誰か手相占いして めっちゃわかる。それゆらねちゃん同意見誰かわかんなくなっちゃうけど仕事お疲れ、お疲れ様。ロンティーどこでよく買えますか。なんかさっきからロンティーロンティーってかそんなロンティーのイメージあるかな。これの話これじゃない、これロンティーじゃない、これトレーナーだよ。かわいいねこれ。ケーポーって見てる間は一人一人全然顔違いやんってなるけど、離れると分かなくなる、ね、そうよく見るとね。でまず名前と顔が一致してないからさ、とりあえず日本人みたい。分かった、まず日本人がいることが今分かったから調べるわあ、じゃああれさ、あのさ、ニジプロ見てないでしょ。うん、見てない。あ、じゃあもう見てないだって私ニジプロからトゥワイスやっと入ったもん。TWICE はそのニジプロのあれなの、同じ事務所。あ、そうなんだ。そうで、なんかオーディションの特別審査員で日本人の2人が来てくれるの。なるほどね。そう、あそこで覚えるんだ。そうっていう覚え方もある。なるほどね。質問ありますか萌え袖でお酒飲むのめっちゃ可愛いですって。そう、これもう萌え袖仕様なんだよね。長いんだよね。うん、そう、長いの。そう、別にね。あ、何もしてなくても萌え袖。そう、何もしてなくても萌え袖お揃いなの今気づいた。だってほら、ニジプロジェクトから始めてください、はい、ごめんなさい、すいませんニジプロから始めてください、はい、本当に、はい、かしこまりました。ニジプロ見るとアイドル意識上がるよ、マジで。うん、でも好きなんだよね、そういうの。じゃあ見た方がいい。じゃあ分かってる。でもね、入り口に入るまで足が重いのよ。え、フール入ってる？入ってるよ。あ、じゃあもう余裕じゃん。長いっしょでも。うん、長い。でしょ？じゃあ20も分かんないの？うん、20も分かんない。やばいね。200ぐらい分かる。でメンバーマジでわかんない。こんばんは、やっほー。こんばんは、リー。ロンティの T は戸田コロネさんの T だよね。そうなんだ。ロング戸田ってことどういうこと。待って、質問タイムが始まってるけど。最近は休日何してる？寝てますね。寝てますね。なんだろう、前も予定合う友達がいたらこうやってご飯行ったりとかはたまにはあるけど、あ、私は本当 SNS してテレビ見て YouTube 見てネットフリ見てそうだね。本当マジ、本当そういう生活しかしてない。私意外とでも休みの日携帯見てないかも。本当素晴らしいね。YouTube とかたまに見るけど、私もそういう生活しよう。アニメとか見てる。一生スマホにかじりついてる。だいたい寝てるか掃除してる。掃除いい子だよ、いい女。寝てるね。寝てる、すごい寝てる。びっくりするほど寝てる。私もびっくりするほど寝てる。どこの焼肉屋さんが好きですか？どこの？焼肉屋さんか。食通に任せなさい。焼肉屋さん。でも正味なんかさ、ちゃんとした焼肉屋さんよりさ、あのホルモン売りの焼肉屋さんの方が美味しいよね。タンがうまいところ。そうそうそう、タンが美味しいとこがいい。あと意外と牛角はタンがうまい。あ、牛角のタン大好き。あとあのね、ネギタンショーのあのネギが、うん、ネギがね、あれがいいんですよ。あれもうだって家に欲しいもん。厚切りタンが好き。厚切りタンもうまい。魔法のつけ塩つけたことある？あ、あるあるある。めちゃくちゃうまくない？あれは素晴らしい。マジでタン近かった。近かったね。あ、でもタン、あのね、あれは名前なんだっけな、思い出せないな。あのなんかネギの紐で巻かれてるさ、ネギが包まれたさ、こういうなんか巾着にされた牛タン、うん、よくなんかさ
インスタでさ、うん、なんかおすすめのグルメみたいな感じで流れてくるじゃん、ね、そう、あれが有名なお店にね前行ったんだけどね、あそこの焼肉はめっちゃ美味しかった。へえ、どこだろう。だしで高級すぎず美味しかった。私もなんかこの牛タンが食べたいって言って行った。美味しい牛タン食べたい。なんかコメント流れちゃうんだけどね、止まってくれないね、うん、止まってくれない。注文したキルリモート一生届きませんだって あでもえでも注文しただいぶ届かないよ、うんうん、これだけ先に届いた。うん、よりも届いてなかった。東方神起の2人区別するとこから始めてだんだん人数増やしてくれて鳴らしてくなんで東方神起あ、2人だからってこと。人数少ないとこから始めようみたいな。クラクラクラ。でもなんか妹がすごい、あの K-POPK-POP ってかカンドラが好きっぽくて、うん、家に帰るとすごい布教される。へえ、こう韓国人かっこいいから見て。え、ほんと今の若者マジ K-POP 世代だよ。私もマジですごい今やっと追いついてるけど、うん、だって TWICE なんてさ、もう1、2年、3年前ぐらいから有名じゃん、うん、そうね。のてかブームがそうだった、ほんと TT の時とか、うん、そう、その時マジいとこがドハマりしててそう、全然わかんないの言われてくるから、うん、わかんないみたいな。マジでわかんない、何何みたいな、誰みたいな。そう、私も最初は本当そうだった。新大久保によくある同人グッズ屋に JYP のグッズもちゃんとあって嬉しくなった記憶があります。確かにもう最近ずっと何でもあるよね。好きな本とか映画ありますか、ね、マジ流れちゃうんだけどコメント。時をかける少女、あ、そうなん超有名作品。あんま映画とか見ないからな。私これだって思ったんだよね、この間一番好きな映画これ。ああ思い出した、あれだよ、アヒルとカモとコインロッカーみたいなやつ。ああ、あれね、あの結構前の映画、前のやつで有名だからさ、なんか有名なものって一瞬待って見たくなくなるじゃん、うん、で見てなかったの。でもやっぱさ、ネットフリーで難民してる時って、まあ、暇な時じゃん。まあそろそろ見てないし、有名な見てないやつか見るかって思って見たらもう、ね、衝撃だった。おもろかったってこと？うん、なんかあのなんかどんでん返し系とかミステリーとか、うん、ちょっと泣ける系、うん、なんかモヤモヤする感じとかそういうのが好きなのね。なるほどね。そう、そういう系ですね。え、残り1分50秒で出てきちゃったんだけど、前さ、この1時間タイマー1回なくなってなかった？そうなの？そう、1時間もインスタライブしたことないから。そう、前だからさ、このタイマーなくなってさ、2時間とかぶっ続けでできるようになってたのに、突然今カウントダウンされちゃった。もうちょっと話して。好きな本とか遅くなってごめん、来た。お二人の馴れ初めはコロネちゃんのナンパってこと？まあそうだよね。そうだね。染まりますね。24日のライブも押し込んできた。ありがとう。飼うなら犬猫だって。猫。犬。確実に、ね、確実に犬。戸田さんとゆらねさんのお互いの第一印象ってどうでした？ちょっと待って、もうあと1分切ってんだけど。バン終わっちゃう。でもそういうのなんかね、ゆちゃんとコロネツのトークイベントとかで話した記憶ある。ずっと変わらん陽キャ。陽キャ。ゆらね、ゆらねの第一印象覚えてないな。あと30秒で終わっちゃう。まあ1回切れたらもうちょっとだけやって終わろうかな、うん。コロネさんの SNS 更新度毎回すごいなって驚いてる。嬉しい。マジですごい。いや、もう頑張ってるマジで。15秒14 13。じゃあこれ切れたらもう一回やり直すんで、また集まってくれる人集まってください。なんで途切れんの？悲しい。バイバーイ。